エリック・ソルヘームは、社会主義左翼党に所属するノルウェーの政治家。現在は、国際連合環境計画事務局長。スリランカ内戦ではノルウェー代表団の一員として、朝廷に当たったことがあるが失敗に終わる。オスロ生まれ。空軍を経て1980年に、歴史学と政治学の学位を取得し、オスロ大学を卒業後、外務省に勤務。 この感染9 7 7年から1980年まで社会主義青年団団長を、1985年から1987年まで社会主義左翼党書記長を歴任。1987年に社会主義左翼党を党首に就任すると、政界において党格を表すようになる。1989年の国政選挙で初当選したのを皮切りに、 続く1993年、1997年の各選挙でも当選を果たす。ソルヘームは、党内でも右派に属するため何かと論争の的となることが多く、1997年には、クリスティン・ハルボルセンに党首を譲る。また、近年では、欧州連合に対する姿勢や、北、大西洋条約機構加盟をめぐる発言から、 古参党員により少なからぬ批判を受けている。2016年5月に国際連合環境計画の事務局長に就任。任期中の8割にも及ぶ海外出張で5500万円の多額出費を重ねたため批判が起き、2018年11月に辞任した。ありがとうございます。